価格抑えめなんだけれども、うん、パフォーマンスが良いというシューズをまとめてご紹介していきたいなと、うん、そうです。安いだけで選んじゃダメです。なるほど、やばいです、これやばい、マジでやばいです、はい、皆さんこんにちは、ラントリップ代表の大森です。今回もシューズアドバイザー藤原さんと一緒にお送りしていきます、はい、よろしくお願いします。今回なんですけれども、はい、4月になったばかりということで、新生活を迎えて、はい、これからやっと暖かくなってきて、うん、ランニング始めたいなっていう方も増える時期かなと思いますので、うんうん、はい、これから初めてランニングを始めるという方、やっぱりコスパ、コスパですね。ランニングシューズ買うときに、うん、そのいいやつ買うのまだ怖いですみたいな方もいると思うので、まあね、はいはい、ちょっと価格抑えめなんだけれども、うん、パフォーマンスが良いというシューズをまとめてご紹介していきたいなというふうに思っております。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そう、コスパっていうと、うん、まあ要は値段が安いっていうの入ると思うんですけど、そうですね、値段が安いだけじゃないっていうのが大事ですね、うん、いや、おっしゃる通りですね、はい、なんかこう検索キーワードで安いっていうのを探してる方いらっしゃるんですけど、うん、そうするとね、あの本当通学に履くスポーツシューズが検索されちゃうんですよ、うんうんうん、なるほどなるほど、はい、そういうのってあの機能的に、まあこれもちょっと後で説明しますけど、機能的にランニングには適していませんので、はい、うん、あの、うん、安いだけで選んじゃダメです。なるほど、うん、で高コスパシューズ、これ3兄弟です。はい、3兄弟やばいです、これやばい、マジでやばいです。紹介しましょう。紹介してください。じゃあ、はい、これが、アシックスのエボライド2ですね。エボライド2、はい、エボライド2、そしてこちらがミズノの、ウェーブリボルト2ですね、はい、そしてこちらが、ニューバランスのフレッシュフォームビーコン、ビーコンですね、うん、はい、この3つでございます。これはね、うん、実勢価格はもう全然違いますよ、はい、うん、半分以下になっていることが多いんですよね。まあ定価ですので、はい、まあ、メーカーとしても、うん、あのちょっとこ う, もうまさにこう今日紹介したいところにはめたいんですけど、まあどちらかというと言い方してですけど、中途半端になってるやつ。なるほどなるほど。みんなが検索するのもっとこう、さっきも言ったようにさらに安いやつっていう感じですよね。うい、ういいの探してる人はここに目くれないじゃん。なるほどなるほど。でもね、もうこれ本当にいいですよ。まず、はい、それをじゃあ藤原さんが拾い上げるというコーナーですね、うん、これすごいですよ、はい、この3つまず共通しているのは、はい、ちゃんとガイドがあることですよね。ちゃんとガイドが、なるほど、はい、こういうふうに前にね、こう揺らしてくれる、体を揺らしてくれる、うん、体を揺らしてくれるとランニングする方がやることが一つ減ってくるので、うん、楽に走れる、うん、そう、楽に走れるわけですよ、はい、要はね、うん、やること減るので、うん、シューズにやってもらうと、うんうんうん、であのクッション性もそれぞれこのブランド代表するフライトフォーム、はい、フライトフォーム、水のエナジー、水のエナジー、そしてフレッシュフォームといって、はい、あの手抜いてないです。普通の簡単な素材を使ってなくて、そうですね、代表する素材を使ってるんですよ ね, すね、これがポイントですよね。なるほど、手抜いてない、はい、手抜いてないです、うん、マジでこの3つ すごくいいですね、はい、一つ一つちょっと良さを言っていくと、ぜひまずですね、このエボライドはもうマジでやばいです。これあのグライド、はい、グライドライド、これも大森さんのお気に入りですね。グライドライドね、はい、グライドライド、うん、もちろん結構走られる方はグライドライド選んでもいいと思うんですけど、そうですね、はい、でもちろん走り始めの方もグライドライドでいいんですけど、うん、もう自動運転ですか、はい、1万7600円ですね、はい、まあまあします、まあまあします、ね、はい、でもそのまあまあする理由としてはフライトフォームが上についてて、はい、フライトフォームプロペル、うん、でちょっと TPU が入って反発弾性のある素材を使ってるんですけど、まあ2層になってまして、はい、これアシックスが考えるもうハイブリッドデザインってやつですね。なるほど、要は安定感とかクッションとか必要な機能を入れるにはいろんなものをくっつめ込まなきゃいけないので、うんうんうん、こうロボットみたいにくっついてるのがアシックスなんですよね、はいはい、だからまあ高くなりやすいす、ね、お高くなるんですよ、まあ、といっても1万7000円お買い得ですけど、はい、もちろん満足感があるんですけど、うんうん、ハイブリッドデザインとは言い難いんですが、はい、シンプルなワンピースのフライトフォーム、これもあので構成されていて、ヒールカップもちゃんとしてるし、メッシュの感じも、ね、まあ、安っぽい感じもなく、ね、全然いいですよね。フィット感がもう最高にす、へで耐久性の面でいうと裏 の, あのアウトソールは、うん、まあちょっと似てるんですけど、うん、パターンは似てるんですけど、ガイドレールってここにこうやって前にこうやって進んでくださいっていうレールの、はい、がついてるんですけど、ね、はいはい、耐久性もこの黒いところがラバー面とかついてるんですね、うん、で、履いた感想としては、はい、僕正直言ったらグライドレール好きだったんですけど、うん、もうエボライドでもいいのかなと思っちゃう。なるほど、もうちょうどいいこのクッション、行き着いちゃいましたね。別にそんなにあのたくさんでもないし、はい、贅沢なラグジュアリーな乗り心地ではないんですけど、うん、ちょうどいい、もう十分です。なるほ ど,、はい、なるほど。で屈曲もしっかりこう剛性があって、はい、ちゃんとガイドしてくれるので、このシューズとてもいいですね。なるほどね。でもしかすると走れる人も
うん、サブ4とか狙う人のテンポアップシューズ的な感じ、これすごい軽いんですよ、うん、はい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 、ライトウェイト全モデルは、まあ、全モデルも今市場ですごい安く出てるんですけど全モデルはこのプロペルのワンピースだったんですね、はい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 、だからまあちょっとこう反発がもう少しあるんですが、うん、重たかったんで今回軽くなったんです、うんうんうん、なるほど、まあ、なるほど、なのでこれを見てる方は1も安いので、うん、はい、1と2だからもうちょっとこう反発欲しいなって人は1にして、そうか、反発強いのがいい人は1、ライトウェイトでバランス、バランスめちゃいいので、なるほど、 2もちょっとお安くなってます、へえ、はい、力説してますよ、いや、いいっすね、それとこれも問題なんですよね、はいはいはい、問題のウェーブリボルトってこれ1なんですけどリボルトもいいですけどね、はい、1はですね、うん、正直言ってこれあのもうミズノの代表的なウェーブライダーっていう、まあガイドの強いあのデイリートレーナーなんですけど、ライダー最初このリボルト1が出た時にこう下の仮想しかミズノエナジー使ってなかったんですよ、正直言ってリボルトの方がクッションあるなって思ったんですよ、全面にミズノエナジー使ってミズノの方にも言っちゃいました、なるほど、すごいこれ全面にミズノエナジー使っててシンプルで、ああまああのヒールカップもちゃんと水野がしてますし、うん、まあ、ガイドもちゃんとあって、うん、屈曲この辺でするってこともないです、うんうんうん、でこう先ほどもちょっと言いましたけどパラレルウェーブになってるんで、あのねじれが、はい、少ないんですよね、うんうん、今回の2は、うんうんうん、まあ、主にソールはあの全くパターンも一緒なんですけど、ちょっとアッパーがですね垢抜けたというか、はい、ちょっとこうデザイン性が良くなって、うん、あのフィット感もちょっと前回よりも良くなったかなっていう感じですね、なるほど、はい、なんかその粗さっていう、そうなんですね、素材の粗さも差があって、はい、その抑えたいところサポート強くしたいところは、ね、ね、細かくなってとかっていう工夫が見られそうです、エンジニアードメッシュといって、うんうん、ワンピースでこうあの配置をこうメッシュを配置するんですけど、はい、その感じが、まあ、よりこう何、うん、ていうんですかね、洗練されてるというか、ね、ちょっとお高いシューズと同じ感じになってますよね、すごくいいシューズです、あの履いた感じも、まあ、そうですね、だいぶこういろんなシューズに慣れてきちゃったから、まあ、あの最初のこう衝撃はないんですけど、まあ、あのすごく誰でも、まあ、本当そういうことですね、はい、脚力自慢の人じゃなくても履けるかなって感じがしますね、シンプルでいいシューズです、はい、最後です、はい、これやばいです、これやばい、全部やばいが今 ね続いてますけど珍しいですね、藤原さん、いや、そうですよ、これフレッシュモンビーコンは3なんですけど、はい、V3 なんですけど、うん、オンラインの、 あの直営店のオンラインでももうちょっとお安くて、でなかなかちょっとハマりどころが日本ではないのかなって思うんですね、ほうほうほう、この2つに比べるとヒールカップは非常にこう柔らかめで、本当そうですね、はい、確かに確かに、でアッパー全体的にこうちょっとレーシーな感じで、まあ、ちょっとテンポアップ寄りなんですけど、うん、フレッシュフォームを使ってるんですよね、これもね鉄板の素材、そうなんですよ、フューエルセルではないんですよ、はい、フレッシュフォーム、はい、あのファースターのシューズあの機能ではなくてフレッシュフォーム使ってますので、ゾーンが長くはい、もうこの2つより全然クッションありますよ、アッパーはちょっと頼りないんですけど、はいはい、うん、ですから今日のこうテーマにぴったりで、うん、クッション性とガイドもちゃんとあるし、はい、クッションはすごくあります、なるほど、で、うん、あのどちらかというとこれあのナチュラルシューズみたいなカテゴリーなんですよね、ほうほうほう、はい、要は少しこう屈曲柔らかくて、はいはい、あのまあ、普段履き使ったり、うん、あの少しこう走り始めの方に使ってほしいっていうニーズで作ってるんですけど、日本はなかなかニューバランスの場合は半蔵行ったり、そうですね、うん、どうしてもその少しあのこちらに寄っていかないんですよね、なるほどなるほど、1万2100円ですが調べるともうびっくりの価格なのでニューバランス履いてみたいなっていう人なんかはいいですし、ちょっとこうプラットフォームがやっぱワイドなので、そうですね、ニューバランスらしくフィット感もその辺でいいですね、なるほど、はい、なんかサポートが薄いという点においては比較的じゃあ運動慣れてますみたいな方、そうですね、がもしかしたらフィットしやすいかもしれない、ね、うん、はい、あとは汗かく程度の方だったらすごくいいんじゃないかなと思うんですよね、うんうん、あのフレッシュホームなんでこう外側がへこんで、うん、あの中が出っ張ってですね、それで形でサポート、あ、これとこのパラレルのウェーブと一緒で、はい、難しい硬い素材で入れてないんですけど、素材ではなく、はい、その形とか内側を少しサポートするような設計になってます、やばいです、この3兄弟、この3兄弟で探してください、安いの探してください、どれ買っても間違いないと、間違いないですかね、間違いないです、あとはもう好みの話になりますね、で、そうです、でランニングが続いたら、うん、ぜひ、まあ、もちろんグライドライド買ったり、はいはいはい、あのライダー買ったり、うんうん、あの1080とか880とかそのアップグレードしたものを買ってほしいですね、はい、ね、なぜならそれはそれでもう全然違うからです、全然また違ってくるんでね、はい、まずはこれでランニングを続けてみていただいて、はいはい、まあ、6月ぐらいまでは全然余裕で履けると思うので、うん、その梅雨、はい、そしてその先の鬼門である夏を乗り越えた暁には、うん、モチベートするためにもね、買って
ていただいて、秋ぐらいにまた違うやつ買ったりとかね、うんうん、そうですそうです、はい、できるといいかもしれないですね、はい、はい、ということでそのね、そのタイミングではまた他の動画も出てますので、ぜひチェックしてみていただければと思います。はい、今回はまあ、コスパの良いランニングシューズまとめということで、はいはい、ご紹介させていただきました。藤原さんありがとうございます。シューズの詳細は概要欄にも貼ってますので、ぜひぜひチェックしてみてください。この動画面白いと思っていただけたら、ぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。コメントもお待ちしてます。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。